はいいつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、えー、スケッチカード大好きさんから。はい。はい、ポップセンチュリー一つですね。はい。休み明け、えー、入金確認ね。できました。ありがとうございます。はい。じゃあこちら一つ開けて、えー、本日はそうですね。明日着で。はい。いただます。はい。うん初めて見るか。 アンソニー・ラップさんなんか前あれ前に入ってたかないやちょっと分かんないな調べます <laughs> あこっちをいいねこれいいんだっけあちゃうかあこれだアンソニー・ラップさん ブロードウェイって書いてますね。舞台俳優さんかな。うんあ。あ、ご兄弟も俳優さんライターみたいですね、まあ。ブロードウェイプロダクションだから、あのミュージカル俳優かもしれないですね。うん。まあ、フィルムも、映画も出てると。でも、まあ、基本的には舞台俳優さんなのかな。イフってあ,あるよね。 ミュージカルチャーリー・ブランうんえっ、ー、とテレビジョンテレビも結構で X ファイルとかも出てますねうん「スター・トリック」もちょこっと出てるんですねテレビシリーズねシアター まあ俳優ですよね、ブロードウェイ。ブロードウェイばっかっすね、うん。ブロードウェイの俳優さんっすよ。レントって超有名っすよね。マーク・コーヘン。主役とかかな。ね。チャーリー・ブラウンもやってたんすね。ブロードウェイで。1999年。うん。結構若い時からやってるのかなって感じですね。で、レントね。またこれ。 有名ですもんね、レントって、うん。で、イフ・ルーカス役。で、映画も結構出てますね。レントの映画版も出てるんですね、ちゃんと。うん。この辺ちょっとわからない映画が多いですけど。2016年まで。おー、まあ、いろいろね。 舞台から、映画から、テレビから出てる方みたいですね。はい。うん。なるほど。うん。はい。えー、20の6。はい。で、次は、あこれですね。ビッグ P ですね。はい。<laughs> 言えないですね。はい。自分で言います。ビッグ P です。 ソプラノスっていうあのー、もうすごいロングねえー、海外ドラマですけどマフィア系のものです22の50あれ ?5 枚入ってるおうとおうとおうとでしょこれなんかちょっとちょっとあっち系ですかねなんかそんな感じですよねうんメイトっぽいですよね <laughs> 多分そっち系ですね。はい、ちょっとあの調べちゃうとあれかもしれないですね。うん。ちょっと隠してない画像とか出てきちゃうとあれなんで。多分そっち系だよね。ジェシー・ジェーンさん。うん。そうですね。さすが社長。<laughs> で、ほらメモラだもん。おお。サインさんメモラ。で、下にもある。マーシャ・ 透明さんはい女優さんっすね40の501993年に何か賞を受賞しているで下にあるなあデュアルだお三34のあちょっと白黒のあれですけどこれなんだろうなんか関連してる映画のお二人ですよね多分ね この間もあのー、えっ、ー、と、「イット!」のオリジナルの方ね。うん。はい、ジョージの方ね。はい。ね、そのお二人でしたもんね。でも、あれ、「イット!」もそうだよな、あれね。排水溝からこう <laughs>、にょキっと出てきて、名前呼ばれて、なんで知ってんのみたいな。で、ちょっとなんか、んって顔したら、カモンバゴーって。<laughs> <laughs> 日本だったら何バカ言ってんだこれ <laughs> 出られますよね <laughs> あ,あ,あれ笑っちゃうよねでこちらですねちょっと何の関連してるちょっと子役の方から M で出るうん出るね3番目にえー、ジェリー メザーズさんっていうのかなジェラルド・パトリック・メザーズさんこの写真ですねあ,あちょっと待ってもう最後最後だからいいでしょうちょっとこ,れこっちほらこの写真ジェリー・メザーズさん72歳ご存命ですね元気だといいんですけどねはいでこれなんだろううんー ご兄弟も俳優さんのようですディレクターですね監督さんとかやってみたいですねあ軍人さんでもあったんですね何だろうなフィルムこっちが映画ですねうんちょっと存じ上げないかなあ, <laughs> まあこの辺あ んああちょっと古いですね50年代とかはちょっと2002年とかこの辺出てるんですねちょっとウィキないのもありますけどねでテレビジョンあバットマン出てんだバットマン68年のオリジナルの方ですよ出てるんですねんー デンジャラス・マダ、うん、あ一応ね、1984年にヤング・アーティスト・アワードを取ってるんですね。これ何なんだろうな一番代表作的なのって一番上に書いてあるね、普通ね。これかなテオダー・ブレイブ・なんちゃら。 これは薬名かあこれかリーブ・イット・トゥ・ビーバーっていうのあそれでこんなになってるんですね。はい。ねっ、マイバが可愛い,いですね、えー。下のトニー・ダウさんっていうのかなこれに出てるのかなうんちょっと待って、このさっきのリーブ・イットってどこにあったか あれどこ押してったいつはスモールワールドっていうのがトニーダウさんいないなあ,あこれか。 あ、いいいいいいた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 ,いたやっぱそうだ。トニー・ダウさんとジェリー・メザーズさん。メザーズ、メザーズ、メザーズ,ザーズさん。このなんかファミリー系のドラマなのかな。でもすごいですね。101エピソード。何年やってるんだ。すごいですね。30分番組。 1983年から1989年まで6年ちょいかやってたんですね。これだ。うん。そうですね。多分、ファミリーものだから、これがお母さんか。で、お父さんか。で、息子お二人か。ね。ちょっと、磯野さん家までいかないけど、4人家族なのかな <laughs> って感じですね。 あなるほど七尻七の七はい作品名まで分かりましたよかったですはいでもね34これソプラノスでしょ多分これあ,あのあの毛だよねはいねちょっと怪しい感じね <laughs> ねお綺麗ですけどねはいでこちらはミュージカル俳優さんですかね うん、めっちゃ伸びるんですよね。これで、なんか、目モラがおまけなのか、何かがおまけなのか、ちょっと分かりませんが、はい、でした。よいしょ。はい、と、はい、いうことでね、えー、またよろしくお願いします。あ、ビッグピーか、これ。ね、はい、ありがとうございました。